はい。台ワピュアラブです。水泳の池江理香子さんのマネージメント会社が電通でお兄さんも電通だったことが判明しました。電通は CIA、イルミナティのエージェント企業になります。電通は、アヘン王と呼ばれた、イルミナティ参加の、サトミ機関を率いた、サトミはじめさんが設立した、 満州国通信社が前身になります。また、電通は上海や満州などでイルミナティの工作を行っていた人たちが多く入社して 幹部になっています。このように、電通はかなり黒い会社なのですが、そこと池江選手が深いつながりがあることから、池江選手は 電通の背後の CIA、イルミナティ、軍産医薬複合体に、ガンにさせられるような電磁波を浴びせられて、ガンにさせられたのではないかということです。 または、池江さんは、全くの健康体だったにもかかわらず、がんということにして、強い抗生剤を打たれていたのではないかということも言われています。池江選手が、 がんから復活して、東京五輪で活躍するという計画だったのではないでしょうか。えー、というのもね、まあもともとこの、えー、電通に 入る前のね、え、上海とか、満州のこの、引き上げ兵のような人たちというのがね、まあ、こういったね、まあ、黒いことというのをいろいろやってきたわけなんですよ。うん。ご視聴いただき、ありがとうございました。